こんにちは。今回は以前のパッチでサイレント修正された M39EMR を使っていくわよ。で、どういう修正かというと、皆さんご存知サプレッサーをつけると威力が一発75まで跳ね上がるバグが治ったわ。そして修正後の性能表はこちら。バグってる時より威力が15下がったわ。ただ同2発なのはバグってる時と一緒なので TTK も変わらず 0.2 で全部機中最強よ。わかるかしらこの違和感。私的にはこれまだバグってると思うのよね。多分非 DF プレイヤーの方は、バグ治ったんなら正しい性能になったんじゃないの？という考えになると思うんだけど、長くこのゲームをプレイしてると疑念が生まれちゃうのよね。バグってる根拠としてはサプレッサー装着時と未装着時の威力の差が大きすぎることが挙げられるわ。通常サプレッサーをつけたところで 10% 前後しか威力は低下しないのに、この武器に関しては 30% も威力が低下してるの。つまりサプ装着時の威力が低すぎるか未装着時の威力が高すぎるかのどちらかなんだけど、パッチの音に記載がないからダイスの実際の意図がわからないの。そして根拠の二つ目は、これがダイスの意図した性能だとしたらあまりにも強すぎるということ。 TTK0.2 は理論値といえど DMR が持ってていい数値じゃないわ。ということで頭の片隅でバグってんじゃないかと思いつつも、一度修正を経たという事実を免罪符にして M39EMR で暴れていくわよ。今は恒例のリスキルを実行してるところね。マジでこっち側誰も見ないからフリーキル稼ぎ放題よ。みんなもやってみてね。ちょっと頑張った。さあ次の犠牲者カモン。うろうって、だいたいそこのコンテナ裏にいるから。あ、ミニマップ映った。何寝てんすか。へへへ。で、そっちか。グギ、こういう時でも1キルもぎ取れんのが強いわね。さあまだまだ行くわよ。ちょ、溜まりすぎ。でも1キルゲット。あ、効くわ。じゃあ敵の陣地から回ってと。これは予想外でしょ、ほら。まあキルできたからよし。お、なんかいい感じの場所にイモカスがいる。では3ダンス選んで、レッツゴー。正面からの打ち合いは外したら終わりだからちょっときついわね。あと DMR のくせに弾速が遅くて遠距離も当たんねえわ。アバンシーズみたいに全距離最強ってわけじゃないのがバグなのか仕様なのかを余計わからなくしてるわね。おっと拠点取られてんじゃん。こんちはー。ってやべえ、行き過ぎた。はい、セッター奪取されちゃったんで次のセッター守りましょうか。この武器のやべえところは他にもあって、敵に食いつかれてもヘッショでワンパンできんのよね。こんな感じに、敵からしたら理不尽極まりないわよね。でも頭一個はきつい。この調子でどんどん敵をいじめていくわよ。近距離戦も強い、というか近距離戦の方が強いのよねこれ。腰ダメもバシバシ当たるし、カスタムは近接特化させるためにもレーザーサイトがおすすめよ。フォアグリップつけてもバカでかい縦反動は大して変わらないしね。では上参ります。ここのボルト絶対1キルはもぎ取れるから負け使ってる時はおすすめよ。もう1キル狙いに行くわ。あ、オス。はい、ヘッショ。まあセクター解放直後は余裕あるし、しばらくこの作戦をこすろうかしら。いた。おとなしくやられなさい。はい、いただき。下からこんにちは。なんだてめえ。は？いや12 M 音がありなんだから M39 もダイス的にはありなのかしら。なんか仕様のような気もしてきたわね。ほいジャンクピーク。いやマジでつえー。うん、後ろにもいんの？とりあえずお注射決めて。む、足音が聞こえたぞ。二人組か。やばすぎー。強よーん。いつの間に、なんか湧いたらまずそうなことになってたわ。こういうパターンは敵殺して前線上げないとそのままセクター取られるのよね。ちょ、グレ多い。アイリッシュで来ればよかったわ。やばい拠点の人数差が、前出て削らないと。グレ。ということで取られました。おら1キルはもぎ取ってやる。よし。それでは次のセクターよ。なんか平化制になってから負けじゃ戦況を動かしにくくなった気がするわね。あ、どうも。そしてこの基礎ポジはしっかりと使わせてもらうわ。もう一人様ご案内。見ないよねこんなとこ。ほらほらどんどん来なさい。お、来た。あ、グレネードが足元に。いってー、本当にアイリッシュで来ればよかった。わー。でもまだ気づかれてない。お尻いただき。あ、まずいそっちか。くっそーまたさっきの場所に入りたい。ってなんだ貴様。勝てちゃうんだな待たれてて。もう、上参ります。右にちらって見えたわね。ここら辺でしょ。あ、後ろか。レイのポジション目指すわね。ボン、ダッシュ。目で何にも見えないけど多分こっち。いや違ったわ。こっからまっすぐ行って左ね。で目の前いるのは想定外。やばい負ける。頑張った。しょうがないあまり見せたくなかったけど今こそ二の矢をいるときね。負け操術獄の番。ヘリズ隊。解説しよう。魔系操術ヘリズ隊とはマップのガバ構造を利用することで予測不可能な位置からの奇襲を仕掛ける奥義のことである。全員伝われー。はい、最強。漆黒の使用すべてを味方につけた私は負けなしよ。なんかちょっと悪い気もしてきたけどね。さあ、いい位置に入れたことだし、こっからさらに敵チケットを削っていきましょうか。お手手はみ出してますよ。おっと、お二人様ね。もう満体。ヘッショワンパンギモジー。勝負だ。あ。そっちかい。上で分けたのでちょっと打ち下ろします。でもう拠点取られとるやん。やばい間に合うかしら。
とりあえずビーコン壊して、ってあれ壊れてなくない？あ、そうだ、撃ってから壊れるまでディレイあるんだった。セクター D 守ります。さっき見た時もう72キルしてたし、なんとか100キル狙いたいわね。なんかもうだいぶ拠点包囲されてるし、すぐ突破されないか心配だけど、そこはなんとか頑張るわ。お、そっちもいんのね。うまい。やっぱこれバグのような気がしてきたわ。 12M オートスラグを21発連射できるっておかしいわよね、普通に考えて。うん、どっちなんでしょう。というかだいぶ拠点占領されてたわ。今取られると100キルが達成できないので全力で阻止します。にしても結構がっつり入ってきてるわね。そこか、この距離3発は普通に適正だと思うわ。でも近距離も3発キルにしちゃうと DM7 の劣化版だし、やっぱり近距離2発キルは仕様なのかしら。ダメだ、何も考えたくねえ。というか拠点ない人いすぎでしょ。みんな拠点意識高くていいわね。では突っ込んでキルいただこうかしら。うわ、だいぶ溜まってんじゃん。アゼルバイジャン無理。あっちはちょっと多すぎたので別方向からキルを狙うわ。これキル取れなくても一撃60ダメージだから相当うざそう。でもできることならヘッショを狙いたいわね。どうか、そう、跳ね上がりがきつくて初段外すと当たんにゃい。なんか足音近いわ。とりあえずリロードしてと。こんにちは。やべえ、当たんねえ。うんち。冷静に狙うのが大事ね、やっぱ。あん。そったれ、全員てめえ。逆サイドでキル狙います。ビーコン待ちするつもりはなかった。あれ？もうちょっとで勝てるわ。あと4チケット。ここは安全に立ち回りたいわね。一旦お注射。なんか別にバグでも仕様でも私が気持ちよくなれるならどっちでもいい気がしてきたわ。壊れた武器で敵を理不尽に蹂躙するのがこのゲームの醍醐味だし。おっと、これは延長時間突入ね。遠くにバルカンハゲ発見。いやー、棒立ちで当てやすいわ。拠点の状況は？すげえ、めっちゃ焦ってる。あ、あれ？今何キルしてたっけ？ 96？ まずい、4キル足りないじゃないの。急げ急げ。あと3、おい逃げんな。これは100キルいけるし勝てる。リロードして。私の糧となれ。弾全然当たんねえ。よし、ラスト1キルじゃ、ジャンプ。やった、100キルいった。ついでに勝てればいいけど、拠点内に湧き場所ないし、これは間に合わなかったです。ということで、ぴったり100キル取れたんですが負けちゃいました。そういえば話変わるけど、来月のフリープレイに DF2042 が来るらしいじゃない。この限界集落に初心者がいっぱい入ってきてくれるのはほんと喜ばしいことよね。まだ発売から1年ちょっとしか経ってないことに目をつむればな。二度とてめえらのゲームは定価で買わねえからな、イエーダイス。はい、それでは M39EMR の強さがバグなのか仕様なのかはダイスの怠慢と前科により謎のままですが。というかマジでふざけんなよこの器用。クソ強いので皆さんもフリプ勢に向けてぶっ放してみてはいかがでしょうか。シーズン4で修正される可能性もありますけどね。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。